どうもみなさん、こんにちは。こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちら、バージョン 21.5 アップデート情報、イェイ。まあね、バージョン 21.5 アップデートがですね、4月17日メンテナンス後に、実装されます。まあ、すなわちですね、これどういうことかっていうと、ガンダムコラボが、強化されるのは、このメンテナンス後なんで、まあ多分、まあ大体昼の15時ぐらいに終わるんじゃない？早ければ。で、まあ、15時ぐらいにはもう普通に、開催されるんじゃないかなと思います。ガンダムコラボね。まあ、ゆうこるチャンネル本当に水曜、木曜ともに大学なんで、まあ、動画自体はすごい遅れると思いますが、まあ、いろいろまたね、動画出していければなと思います。はい。ということで、まずはですね、動画視聴に新たな機能が追加されます。はい。ということで、こちら、動画視聴でクリア報酬の獲得経験値、ラン経験値が2倍になります。はい。クリア報酬画面で動画視聴を行って獲得経験値を2倍にすることができるようになりますということで、ちょっと見ていきましょう。こんな感じですね。4月クエストダンジョンです。右上のここを押すことによって経験値が2倍になるので、まあ、例えばなんですけど、1回で、まあ、1.5 億経験値裏シャラとかでもらった場合は、2回だけ3億になります。30秒見るだけで、まあ、大体7分6分の経験値が全部2倍になるので、まあ、めちゃくちゃコスパはいいのかな。あとは、まあ、単純に例えば1回で3億経験値もらってますとね、例えば3億ぐらい経験値もらってる場合とかだったら6億とかになるので、まあソロ集会においては結構革命的なんじゃないかなと思います。ちなみに1日2回のみなんで、まあ2回しかできませんが、まあ正直めちゃくちゃこれは美味しいので、ランク上げ勢以外の人も毎日2回ぐらいやって、まあ、ここで稼いでおくのは、まあ、かなりありなんじゃないかなと思います。まあそのぐらいね、すごいこれは優秀なイベントになっていると思います。はい。ということで動画視聴で動画視聴でラン経験値2倍がやってまいります。はい。で、続きましてですね、これ動画視聴の話なんだけども、こっちコンティニューの方も追加されます。コンティニュー可能なダンジョンにおいてゲームオーバーになった場合に、視聴でコンティニューより動画視聴を行ってコンティニューができるようになります。はい。でもこれがどういうことかと言いますと、普通にコンテの石がなくなります。そう、1日2回までなんですけども、これねコンティニューできるようになるので、まあ言うなら2回まではまあ無料でコンテができるようになります。まあ高難易度ダンジョンとかは別だけども、低難易度ダンジョンとかだったらもうこれだけで簡単に石もらえますので、めちゃくちゃ美味しいと思いますし、ダンジョンの潜入中に4時を過ぎてもどうか、なるほどね。まあ普通にだからこれで、まあ動画視聴は使えます。マルチランキングダンジョン、ストーリーダンジョン、チュートリアル中はもちろん不可能になっておりますが、それ以外では全てコンティニュー可能になりますので、ぜひ皆さんね、魔法石使って、コンティニューもしてみてください。これからの使い道としては、やっぱ主に次に実装される新百式の常設とかなんだけど、多分俺の視聴者の人で新百式チャレンジはクリアしてないけど、新百式の魔法石85個はゲットしに行きたいみたいな人いっぱいいると思うんだけど、そういう人が例えばなんかボンミスで負けちゃいました、ボンミスで負けちゃったっていう時にとかね、例えば罪がある編成使ってるとして、ここは耐えれないんだよなっていう時とかにもこれ使えば、本当に実質ノーコン、マジの実質ノーコンができるようになるので、これはかなりでかいんじゃないかなと思います。はい。2回までは無料でコンティニューができるようになります。めっちゃでかいよね。続きまして、こちらモンスター育成が便利になる調整が行われます。アシスト設定の際にコインが消費されなくなります。そもそもアシストってどんぐらいだったんだろう、ちょっと気になるんだけど、アシスト設定って今100万コインだったかな、確かね。アシストは確か100万コインだった気がするんですよ、くらい、まあコインが取られるんだけども、まあそれが無料になるということで、まあちょっと美味しくなります。はい。そうですね、100万コインが無料になります。まあちょっとしたアップデートですね。で、あとはこちら、メニューその他オプションシステムにモンスター育成演出スキップのオンオフを設定する項目が追加されて、オンにするとモンスター合成進化アシスト設定の演出画面がスキップされるようになります。聴覚セルレットとかもじゃあめっちゃ短縮されるのかな、だとしたらすごい良さそうだけどね。結構これ神アップデートなんじゃない、これちょっと詳細わかんないですけど、ワンチャンえげつない神アップデートの可能性ありますけどね。これ聴覚生も演出スキップだったらやばいけど、これ場合によってはやばいぐらいの神アップデートの可能性あります。お、進化スキルが使いやすくなる調整が行われますということで、バトル中進化スキルを所持しているモンスターのサムネイル上に現在の進化スキルの段階が表示されるようになります。アシストスキルが使えるようになると進化スキルの段階は非表示になりますということで、こんな感じですね。1段階目2段階目そして、これ進化スキルが、アシストが溜まってる場合の3パターンなんだけども、これマジで神だろ、これめちゃくちゃいいね。進化スキルってマジややこしいのよ。で、どっち使ってるか分かんないみたいな。で、頭使わなきゃダメみたいなね。そういうだるいあれがあったんですけど、これからはもうこの進化スキル1、進化スキル2で表現ができるようになるので、まあこれによってかなり使いやすくなるのかな。例えば、芝ドラだったら、芝ドラ A 進化スキル1とか、ね。で、まあその後、芝ドラ A 進化スキル2とか、
ねありますし、あとはそれこそバレンタインノアとかそういうループ系のキャラにおいてはなおさらね、あの特にバレンタインノアって毎回使うからまだわかりやすいけど、マーベルとか例えばそういうさ進化スキルだけどたまにしか使わないキャラっているじゃん。そういうキャラってマジややこしいから、そういうところでこれがしやすくなるのはめちゃくちゃでかいんじゃないかなと思います。単純にこのユーザーの、あのユーザーエクスペリエンスが上昇するすごくいいアップデートですね。はい、それっぽい言葉使いたかっただけですけど、まあまあすごくいいんじゃないかなと思います。え？ちょ待って、やばいこと書いてる。スキルの進化演出中にドロップの操作やスキルの使用が行えるようになります。やばいこと書いてない？は？バレンタインのは来ました。皆さんバレンタインのは乗ってます？あのバレンタインのはこれから環境最強ぶっ壊れシガキャラになるんで、あ、シガラキャラも強いですよ。はい、バレンタインのはの時代が来ます。これえ、なんこれ、バレンタインのはの唯一の弱点がなくなるってこと？これは、マジでやばいやん。え、これマジでやばいやん。スキルの進化演出にドロップの指やスキルの使用が行われる。え、これマジでやばいやん。普通にえぐで、スキルの進化演出を短縮する調整が行われます。は、これ、ま、マジでやばい。本当になんか環境が変わるようなアップデートですね。これちょっとバレンタインの楽しみですね。続きまして、回復 L 字消しの効果が調整されます。回復ドロップ5個を L 字型に消すと敵から受けるダメージの軽減、攻撃3倍、さらにバインドが1ターン回復する。え、そうなの？バインドが1ターン回復するの知ってた人いる？俺知らなかったんだけど。で、倍率が 1.5 倍から3倍に上がります。そもそも 1.5 倍が攻撃力上がってたことも知らんかったけども、3倍になって使いやすくなります。はい、チーム編成がしやすくなる調整が行われます。チームの詳細情報ボタンが追加され、オンにすると各モンスターの情報がまとめて確認できるようになります。ということでデフォルトはオフですね。はい、これがまあちょっと使いやすくなって、こんな感じで、レア度とかコストとか、あとは HP 攻撃回復とかですねが、まあ言うなら見やすくなります。あとは各パラメーターにバッチの効果が反映されるようになるということで、まあこれちょっとこのバッチってややこしいですけど、まあ例えばあのスキルブーストとかかな、多分そういうのも全部反映されるようになると思うので、結構わかりやすくなると思います。いい感じだね。マジいいアップで多くない？で、次、星6と星7以上のモンスターサムネイルにそれぞれ専用の演出が追加されます。え、これちょ、みんな見てわかる？これわかるかな？ちょっと待ってね。これこんな感じ。まずこれ3、4が普通じゃん。6がなんかわかる？これ虹卵とこっちがあの虹色卵、ガチャの卵と同じような感じでサムネイルが変わるんですね。めっちゃエフェクト綺麗になるじゃん。いいねっていう感じのアップデートが来ます。はい、で来ますよ、新たな敵からダンジョン再臨の調整。これがね、通常ダンジョンとして実装されます。なんでまあここでまた魔法石がですね、85個でしたっけ、魔法石85個をゲットするチャンスが増えますので、ぜひともですね皆さんやりましょう。初クリア魔法石85個なんでね、必ず挑戦しましょう。動画いっぱいユーコロチャンネルも上げます。そして不具合調整が入ります。まずは連戦オンオフのボタンが表示されない不具合消えます。はい、あと地味にずっと残ってたバグですが、着せ替えドロップや BGM セットが解放されるモンスターをモンスター交換所で初入手した場合、演出が発生しない不具合も修正されるという感じです。あとは無限回路625分の1が追加と、クリア報酬確認ボタンから確認できるクリア条件においてダンジョン処理を押して各ダンジョン名の背景が変化するようになります。はい、あとは各オプションの名称またはアイコンをタップするとき、そのオプションの設定が表示できるようになります。そして、その他不具合の修正、その他保安回ブラッシュアップを行いますという感じでした。今回のアップデートめちゃくちゃいいですね。内容も豊富で、何より進化スキル調整で、マジでこれ習慣に革命起きると思いますよ。まあ、ということでね、ぜひ皆さんチェックしておいてください。じゃあ今回の動画終わりになります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。